153ポイントめっちゃ溜まっとるやん。あざす。うわー、いらない。皆さんこんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2023年6月24日土曜日の午後0時24分です。本日は夕方6時まで広場で今シーズン初めての虫捕り大会が開催されています。それでは今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。今シーズン初めての虫捕り大会、今シーズンっていうのはな、何？夏ってこと？ちょっといまいちよくわからないんだけど。アウトドアの網ね。めちゃくちゃ移動しにくそうな服装。よう、あいなちゃんか。久しぶりな心。なんかしばらくあの間に体が締まってないか？さてはお前、オイラの内緒でトレーニングしてたんだろう。違うな、浴衣だからね、多分帯をギュッと締められてんだ。きっとそういうことだ。お前、虫を取る時のイメージトレーニングはできてるか？あんまり気合を入れすぎると虫に逃げられるから気をつけるんだぞ、まあ、心。まあね、そういうの察するもんね、きっと。待って、もうすでに虫がいるんだけどさ、この辺の虫は虫捕り大会始まった途端に消えるとかないよね。いや、虫捕り大会開催中だぞ。夏ならではのエネルギーに満ちた虫との触れ合い、楽しみすぎる。虫捕り大会のルールは簡単だ。制限時間3分以内にとにかくたくさん虫を捕まえるだけ。捕まえた虫の数に応じてポイントがもらえるぞ。たまったポイントは俺が選んだとっておきの虫グッズと交換できるから、ぜひ頑張ってくれ。ちなみに捕まえた虫はそこのテントの下の虫かごに入るようになってるからな。要は網1本さえあれば持ち物の空きとか気にすることなくいつでも参加できるってわけさ。ってことで、虫捕り大会に参加するかい？今日初めての人は参加費無料だぞ。します。お、そうかい。歓迎するぞ。それじゃ、今から3分測るからな。どんな虫でもいいから、とにかくたくさん捕まえるんだ。3匹以上でボーナスポイントもつくから、まあ頑張ってくれ。じゃあ行くぞ。別に大きさとか何も関係ないもんね。はい、スタート。待って。景気よく速攻で1匹捕まえる予定やったんやけど、全然捕まえれないんだが。え、ちょっと待って、すごい優雅に飛んでるけど全然捕まえれないんだが。え、私のろくね？はい、1匹。20秒もかかったんですけど、もうちょい早く捕まえる予定だったよ。はい、2匹目。もうこの辺でちょっと、ね。巻き返そう。で、そこの。違うんだよ。いらないんだよ。あ、でも時間経ってないね、これ。はよしよし。3匹。で、こっからボーナスやんね。いいぞ、いいぞ。で、さっきさ、一徹が追いかけよったあの蝶々は？まだいた。え、こいつじゃなかった気がする。てか、みんなめちゃくちゃ参加しとるやん、虫捕り大会。で、さっき向こうでさ、ヒュージ君が追いかけよった蝶もいたんだけど、あー邪魔だよ、誰だよ、こんなとこに分数置いたの。私。よしよし、5匹。何匹までいけるかな。なんか今日めちゃくちゃ虫多いな。やったー。まあ、こうやって取っていきよったらね、どんどん減っていくんだろうけども。よし。7。なんかあれやん。最初のあの20秒の遅れをめちゃくちゃ取り戻していく勢い。いい感じ。で、今そこにモンシロチョウ持ったやろ。見逃してないよ、私は。よし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 、9。多分15匹ぐらいまではいけたと思うんよね、今までに。これアメンボも入る？捕まえれんやないかい。でも多分捕まえたら入るよね、きっと。知らんけど。あ、そこにも。レックス自分でも取ってるの？10。
多分15ぐらいまではいけたと思うんやけどな。どうかな。あっちに今マミーさんもいたね。マジでなんかみんなフルで参加してない？あーちょっとそこのモンキチョウも欲しいんだけど、いけない気がする。周りの家具が邪魔で。あ、なんかそこに蜂が飛んでるぞ。はい、11位。あー終わりか。くっそ、11。15目指したい。はい。あ、じゃあ買い取ってくる。あ、はいはい。11匹。うん、3匹以上だからボーナス発生だ。すごいじゃないか。全部で13ポイント獲得だ。よしよし、オッケー。とりあえずこれ売り払うね。ね、売りたい売りたい。ちょっと待って。はい、確認しました。全部買い取って。11匹。3540秒。よし。いいぞ。あ、じゃあまたチャレンジします、私。再会に参加する。500ベルぐらい全然大丈夫よ。2000ベル以上利益出てるからね。よしよしよし。で、今そこ飛び寄るモンキチョウ。スタート。ちょっと待って、夜勤さ、スタートで全然捕まえれねえんすよ。なんでなんだ。そしてここでね、またまた15秒ほど無駄にしていく。はい、2匹。あ、でもさっきよりも2匹目までの時間が短い。あ、いい感じな気がするぞ。で、ここからもうすでにボーナスタイム突入やろ。あー、そこにもいるの気になるな。はっ、よし。はい、4。とりあえず今ね、目指せ15匹やけん。できれば20。でもとりあえずは15。よし、5。いや、この見せびらかしよる時間動きよるのいかんよね。だってこっちはどうやったって動かせんのやもん。ずるいわー。ほらほら、見せびらかさなくていいから。さ、あとは今6。あー、そろそろ虫が少なくなってきたんじゃないか。ひえー。はい、7。どうかな。どう ?8。あ、でも、さっきの11は超えるんじゃないか。あっちいる。え、待って、そこの。はい。アメンボいけた。で、いけるか。いや、届かんぞ、あれは。こっちやな。待って、もう、行ったり来たりするのやめてよ。来た。ちょ、待って、ね、そこのトンボ、早っ。無理ー。こうやって結局ね、前の記録を抜かせずに終わっていくっていうパターンはよくあること。いや、でも、さすがに11は行くな、これ。え、行くよね。いけん気がしてきた。はい、11いった。だってあと4ぐらい行きたい。トンボは追いかけてもちょっとあれな気がしてきたぞ。あー、無理だ。はっはっは。くそー。全く一緒とかあります？ちょっと、くっそー。買い取ってください。くそー。
今私目指せ15匹なの。目指せ15匹、できれば20匹。これ取れる人どれぐらい取れるんやろう。挑戦します、挑戦します。はい、 OK。 よし、でこの間に、いた、よしよし、いいぞ。開始2、3秒で取れたのはでかいぞ。まあ、この2匹、2匹目から取れんかったら意味ないんですけど。よし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 、今回とてつもなく幸先がいい。そこにいる。お、2匹おるやん。キキー、急ブレーキかけてる。はい、そこ4。え、めっちゃいい感じ。とてつもなくいい感じ。そこの君、下に降りてきた。よし。ちょっと一瞬無理かなと思いながら向かったけど、よかった。え、網壊れたりとかせん、大丈夫？なんかそろそろ壊れそうじゃない？いける？はい、そこの君、待てって。よし、6。これは11は超えるな。いや、いつもこういうね、自分で自分を褒めた途端に調子が悪くなるけん。あんまり調子に乗ったことは言わない方がいいんすけども。ほら、こうやって虫自体がおらんなるっていう。お、いたいたいた。よし、7。で、こういうね、見せびらかしタイムのうちに、画面の端から端まで、まあ今見たところでおらんかったけど、いたー。8。いたー。あそこにもおる。9。でも結局なんか同じぐらいの時間な気がするんよね。魚がどっか行った。待って。あ、バッタ。ね、結局なんかこれぐらいの時間よね。大して差がないっていう。あ、待ってくれ。11。でもそこにバッタがいるんで。あー、待ってー。ね、待ってって。あ、捕まえれないやつ。あ、よし、12。とりあえず前回は超えた。そしてそこの、見逃してないよ、私は。あー、ダメか。ラストは見つからなかった。でも13だな。前回も12、3ぐらいやったんかな。15まではいけてなかった気がするな。13だ。やっぱこれぐらいが限界なんかな。いや、でもな、何回も空振りがあったけん、めちゃくちゃ上手な人なら多分もうちょいいける。でもめちゃくちゃ上手でもあれじゃない？ 20 とか25ぐらいじゃない？もっといくんかな？わからん。だって、虫自体が現れんかったら意味ないもんね。どんだけ早く捕まえれても。よし、とりあえずこれで。はい。これ値段は種類によってよね。買い取って、うん、よね。うわー、やったー、売ります。めちゃくちゃ上がったやん。じゃあポイント交換してください。他のこと、ポイント交換お願いします。153ポイントめっちゃ溜まっとるやん。あざす。うわー、いらなーい。交換する。おもちゃのムカデとか目の前に出したくもないんやけど。バタフライの壁紙。そして、アリ塚。
まあ今回はこんなもんでよしとしましょう。アリ塚も持ってるな。多分もう全部ゲットしとんじゃないかな、知らんけど。だってもうね、このゲーム自体も何年も経っとるし、何回も虫取り大会もしとるし、きっと全部集まっとるやろ。知らんけど、全然確認してないけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ふー、なんか今回あれはね、いつもよりも住人たちの参加もめちゃくちゃ多くなかった？なんかすごいいっぱいうろついとったよね。でもすごい活気づいとっていい感じ。